ジャンダンスです。で、ま、踊ってるのは、マキシモアさんです。それで、そうですね。まあ、鑑賞ですね。それで、まあ、バレエなど、習われてる方は、まあ、先行き、発表会なので、ああいうものをやってもいいのかなと思います。で、次、今やってるのが、まあ、一応説明で、で、次が、バレエイベントです。で、一つは、眠りの、スリーピングビューティーから、男性パートを、真似してやってみてください。まあ、なんかよく、いわゆるすごく飛んだりとか、すごく回ったりとか、そういうところが出てくると思うんですけれども、まあ、割合真似しやすい。だけども、あれもまた、バレエだと思いますので、ぜひやっていただきたいと思います。それと、スパルタカス。これも、ワシーレス夫、マキシモワご夫妻の、もので、そうですね、寝たりするとちょっとやりにくいんですけど、それまではいいんじゃないかなと思うので、まあ、真似してやっていただけたらと思います。それで、まあ、アドバイス的には、やっぱりちょっと、やる前は少し片付けて、まあ、まあ、よく、まあ、まあ、自分内に、少し歩い、まあ、部屋の周りでもいいから、少し歩いて、それで、まあ、あくまで自己責任でやっていただきたいと思います。それで、まあ、よく気をつけて、まあ、症例としては、まあ、椅子にしっかり座って、それで、まあ、上半身だけ動かしてっていうのを、奨励します。で、手とか指とかだけ動かすだけでもいいと思うんですけど、まあ、バレエです。まあ、楽しむためには、まあ、腰を動かすっていうのを少し意識したり、まあ、姿勢を、まあ、ちょっと意識してやってみると、まあ、より楽しめるのではないかと思われます。それでは、まあ、よろしくお願いします。では、ぜひ楽しんでいただけると幸いです。